東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。岩井コスモ証券投資情報センター長、林拓郎さんです。あ、林さん、おはようございます。今日もおはようございます。今日もよろしくいたします。はい、お願いします。まず全体のニューヨーク市場がニューヨークダウ17ドル安、4日ぶりの反落で戻ってまいりましたが、今日の東京市場、ここまでの動きをまず林さんはどのように分析してご覧になっていらっしゃいますか。はい、指数は日本株も冴えないというか、プラマイ、昨日の終値近辺での値動きということなんですけれども、今日もハイテク株がやや押されている一方で、はい、内需あるいはバリュー、利回り、このところのこう日本株を支える銘柄群の強さが際立つというところですね。為替 の、 円安への動き、朝方からもちょっとずつ進んでいますので、再び日本株優位の動きを取り戻す動きと、昨日同様の展開というふうに捉えています。なるほど。今日ですね、はい、先ほどというか朝方ですけれども、はい、トピックスのコア30が、今ちょっとだれましたけれども、年初来高値を上回る場面がありまして、すでに昨日ぐらいからバリュー指数とかが高値を取ってるんですけれども、はい、日本代表する時価総額が大きい銘柄のインデックスのコア30がいち早く高値に近づいているというのは、ちょっと心強いですね。なるほど、ありがとうございます。トピックス、はい、コア30が今日新高値を取ってきたということを伺いました。まだ確定はしていませんけどね、引けまで見ないといけないと、はい、まず海外の動きについて少しお伺いしたいんですが、まず一つは原油です、はい、で原油価格が昨日も大きく上昇しまして、瞬間的に89ドルに乗せてまいりました。で、はい、90ドルの大台目前で、昨年10月以来今年一番高いところをつけたという状況です。はい、アメリカの消費者物価指数の発表を今夜控えているという状況でもありますが、この原油価格の上昇はまたどういうところでもたらされているのか、アメリカのインフレ動向にまた不安を投げかけたりしないものか、このあたりはまずいかがでしょうか。実際昨日のこの欧米市場はこの原油高に伴うインフレ懸念ということで、これがちょっと重荷になったということですし、特にサウジの減産継続といった報道以降ですね、この一月ぐらい原油高のトレンドを保たれています。で、昨日はOPEC の発表した、需給見通し、しっかりということで、これを受けて の、 今年の高値更新ということなんですけれども、はい、ただやはり中国もヨーロッパも景気についてはかなり心配を残している状況ということですから、さらに一段高というのはちょっと想定しづらいかなというふうに思いますね。はい、で、一応この90ドル近辺というのはサウジアラビアなど の、 採算コスト付近というふうにもこう言われておりますので、はい、その点でも去年とか一昨年のような100ドル超えのような状況とかですね、あるいは物価の動きについても賃金等の労働需給の緩和などの動きも出始めていますので、原油高そのものが直接こうマーケットの負担になるようなインフレ懸念にはつながらないというふうに思います。なるほど。コアとかスーパーコアという部分からは取り除かれる要素ではありますけどね。分かりました、ね、はい。そしてもう一つこのアメリカの動きで気になるところがこのアップルの値動きなんですが、昨日アップルがその新製品を発表して株価が 2% 値下がりするという動きもありました。で、このあたりが先週中国の例の政府機関に対するアップル製品の持ち込み禁止などの動きもありまして、アップルが2日にわたって 3% ずつ下がるというかなりショッキングな動きがありましたが、昨日またちょっとそれとは違う意味で大きく下落してくると、このアップルに限らずアメリカのテクノロジー株全体に対する見方というのが後退し始めているのか、アップルこれはアップルだけの問題なのか、あるいはニューヨークマーケット全体の問題なのか、まずこのあたり
なかなか見通し難しいんですね。そうですね、難しいですよね。特に当然アップル関連ということでいうと日本株にも電子部品等を通じてマイナスの影響が今日のマーケットでも出てきていますので、気がかりというところなんですけれども、はい、ただこう米中対立を背景とした、こういった使用禁止の措置などはですね、今後も徐々に拡大していく可能性はもちろんあると思うんですけれども、中国自体このアップルの生産等で相当貢献しているというか経済支える方向に対応していますので、ここから極端なこう全面的な使用禁止とかで、ね、アップル自体への業績悪影響出るような動きにはつながりづらいかなというふうに思いますね。なるほど、ただこうアップル株については、今年4割ぐらいですかね上昇して、ハイテク株の中でもかなり倹約となりましたので、この9月という季節的な要因も加えて、売り材料視されやすかったというところがあるのかと思います。なるほど、半導体も含めてですけれども日本の、その辺の関連銘柄も含めて、当然調整過程ありますのでまさに9月らしい動きという感触ですよね。わかりました。あたりは、はい、はい。そして、今度は日本ですが銀行株です。今週、先週末からですが、再び日銀の植田総裁の、読売新聞オンラインで掲載されたと言われています、はい、マイナス金利の早期解除の、思惑というか、期待というか評価がまたマーケットでは蒸し返されているという状況です、はい、でそれに伴って、日本では長期金利が急上昇すると、今日は少し一服してますが、で、それに合わせて日本の銀行株が再び強い含みの動きに変わってきているという状況です、はい。これに絡めていくつもお伺いしたい点があるんですが、まずそのマイナス金利の早期、緩和解除はあるのか、あるいは銀行株のここからの見通しはどういうものなのか、この点いかがでしょうか。そうです。ちょっと時期かなり難しいと思うんですけれども、ちょっと世間並みに来年半ばぐらいかなというふうに思ってはいます、はい。で一方で今回は、ちょっとマーケット のニュアンスとしては場合によっては年内とか年明け早々にもというような思惑でこのような反応になったんですけれども、鈴木さんもおっしゃるように懸念というよりこれはおそらく期待だと思うんですよね。物価、持続的な物価高とか来年も賃上げ持続とか、日本のデフレ脱却につながっていく動きですから、当然通らなければいけない道だと思いますし、むしろ日銀はそれを目指して政策運営しているわけですから、それほどネガティブ視する必要はないかなというふうに思います。ただ実際こう国内 の経済とか物価の状況が上田総裁が言われるように条件を整うのは、まだしばらく時間が必要かなというふうに思いますね、はい。銀行株に関してはいかがでしょうか。今日も電子マネーの高値ですね、はい、随分出てきてますが、はい、実は国内の金利はちょっと低下ですよ ね、 そうですね、若干低下して、昨日もちょっとそこまで上がらないみたいな感じでしたけれども、銀行株が買われるということで、はい、やはりこう、配当への期待ももちろんですし、NISA に向けたバリュー株の復活期待とか、あるいはこう収益力も以前に比べては格段にこう向上してきていますので、こういったこう前向きな評価は今後も続くというような見方でいいかと思いますね。わかりました。そして、この今の銀行株のお話からの延長になってしまいますが、はい、その企業業績についてです。今その足元ではその1月決算企業あるいは4月7月決算企業の決算発表が、今日明日で佳境を迎えるというところに来てますが、はい、もう来週再来週にはこの2月決算企業の番になってくる。1ヶ月後2ヶ月後には3月決算企業と、毎月のように決算発表がラッシュになるという状況です、はい。で今朝の情報修正期待もかなり強いところもあって、個々の企業の変化、業績の変化に対して株価も激しく反応するような動きになっていますが、この先々2月ないし3月決算企業が出たときに、おそらく増額修正されるだろう、
好調なところ、ね、はい、あるいは逆にちょっと厳しいところ、そのような見通しはもうすでに立ち始めてますでしょうか。まさにあの足元、まあ、今日も含めてですけれども、はい、神戸物産が、ね、決算を受け、まあ、決算発表を受けて交換して上昇したりとか、内需型の企業の上昇修正と株高という傾向は保たれていますよね、うん、まあ、実際こう月次の統計に対する反応も同様ですし、で一方で今日三井ハイテクが下方修正で大きく売られているように、はい、まあ、ちょっとハイテク分野についてはまだ厳しさが続く可能性が一部ありますよね、うん、まあ、ただ、まあ、これは今日の自動車もそうですけれども、一般的な輸出関連企業円安の恩恵で上振れ期待ということで、まあ、こちらプラスに出る可能性があると思いますし、まあ、最近各研究所等の業績見通しを見ても、まあ、かなり情報修正の可能性高いという感触かと思います。なるほど、まあ、前回積み残した感触ですよね。こう業績の方もそうですけれども、株価 の上振れということもそうですけれども、まあ、ちょっと物足りない反応もありましたので、まあ、中間決算でおそらく配当等の還元強化の動きも合わせて、まあ、より評価されるような動きにつながっていくかなという見方で良いかと。やっぱり中間決算というのは大きいですよね。そうですね、足元 の, 決算でもやっぱり配当を増やしたりとか自社株買いという動きは活発ですしね、業績については今期、これおそらく中間決算の時にはこう来年のイメージなんかもちょっとずつ、感触が出てくるようなところかと思うんですけれども、こう日本企業の優位というのは結構目につくような展開かと思いますね。なるほど、わかりました。いや、林さん、今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。岩井コスモ証券投資情報センター長林卓郎さんにお話を伺いました。